俳優の池松壮介34が主演する映画「僕のお日様、奥山宏監督が12月1日熊本復興映画祭が開催中の熊本県熊本市の熊本城ホールシビックホールで上映され池松と熊本県出身の映画祭ディレクター雪貞勲監督56がティーチインを行った写真「宝健吾」もサプライズ登場 池松壮亮、雪貞功監督らの3ショット。本作は、僕はイエス様が嫌いで第66回サンセバスチャン国際映画祭の最優秀新人監督賞を受賞した奥山博が監督、脚本、撮影、編集を手がけた商業映画デビュー作。雪降りる田舎町を舞台に、喫音を持つ少年、越山慶達、羅少女、中西清義。 ニコイシ、アイスダンスを通じて成長する姿を描く。2024年5月の第77回カンヌ国際映画祭、ある視点、部門に日本人監督としては史上最年少で選出された。前作、僕はイエス様が嫌いに引き続き、奥山監督作を選んだ行程監督は、僕は本当に感動してしまった。火の打ち所がなく、こういう映画をなぜ俺は撮れないのかと思ったほど。 ちゃんとカットに意味を込められ、俳優たちがきっちりと自分の役をちゃんと生きている。圧倒的な2024年のベストワンだと思ったと大絶賛した。池松は監督はものすごい才能、新しい感性を持っています。忍耐強く、丁寧に奇跡をゆっくり手繰り寄せるようなカメラ回しをする方です。ワンカットは長いですけど、ほとんどに30テイクがとっているんです。 脚本は普通の長編の半分くらいの長さで、ほとんどと書きだけ。子役たちには脚本を渡さず、現場で起こるものを大事にしている印象でしたと話した。池松と奥山監督との出会いは21年にドキュメンタリーをやったこと。カメラを通した時の眼差し、光や人やその自然の捉え方に非常に感銘を受けまして、いつか映画をやりたいと思っていました。 共演するるる子たたちに何を見せせてあげられののか残せるのか残と思いました自分も同じくらいの年から子役をやっていたので試してみたくなりましたと話す。池松は全くの初心者からスケートを習い、元フィギュアスケート選手のコーチ荒川役を演